左翼自衛隊フラアイコンサートに圧力で大現状、中学生は感動。産経新聞によりますと、9月に初日市で開かれた自衛隊フラアイコンサートに中学校の吹奏楽部が参加いたしましたが、いわゆる左翼が、腹たが煮えくり返っている、本当に子供たちのためになるのか、成長途上で 保護をしようとしている中学生の教育活動に侵入してくることは非常に警戒すべきことだ単なる親睦と音楽教育を超えて無防備な中学生を実力組織へ取り込む機会になっているなどとして市と市の教育委員会の担当者に抗議文を手渡してしまいました。対する生徒は自衛隊隊のの音楽隊の演奏に 感動されたようでございますがこちらいわゆる左翼の皆様の主張非常に差別的だな,なと感じてしまいますが同じことをですね自衛隊だけではなくて警察や消防海上保安庁民間企業を行っても何ら問題はございません自衛隊や自治体の皆様にはこのような不当な圧力に屈することなく今後も粛々と 自衛隊などとの交流を進めていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。